クリスマスローズの写真、たった2つのコツでうまく撮れます。こんにちは、みゆにわチャンネルのみゆきです。うつむいて咲くクリスマスローズ、咲いたから写真を撮ろうと思っても、思うように撮れないこと多くないですか？お花の顔の部分を写そうとして、地面に這いつくばって写真を撮ろうとした経験、きっと誰もがあるはず。この動画ではクリスマスローズの写真をうまく撮るたった2つのコツについて、昔カメラオタクだった私が解説します。この動画で紹介する方法をやってみて、SNS にアップしてみてくださいね。もしかしたらいつもよりいいねがたくさんつくかも。ぜひ最後までご覧ください。みゆにわチャンネルでは、元植物を枯らすタイプだった私、みゆきの失敗談や成功体験をもとに、手間をかけずにガーデニングを楽しむズボラガーデニングについて発信しています。興味のある方は最新情報を見つけやすくするためにチャンネル登録をよろしくお願いします。クリスマスローズはうつむいて咲くので写真がうまく撮れないですよね。ですが工夫することで花の正面をしっかり撮ることができます。この動画ではスマホを使ってクリスマスローズをうまく撮る2つの方法を紹介しますね。クリスマスローズの写真をうまく撮るコツの1つ目は、スマホを逆さまにするということです。写真を撮るときに、普通はスマホをこのような感じで持ちますよね。これをくるっと逆さまにします。そうするとカメラの位置が上から下に下がるんですね。たったこれだけの距離なんですけれども、逆さまにすることでクリスマスローズの花が正面から撮りやすくなります。実際に撮ってみましょう。スマホを逆さまにします。そしてピント合わせをしてください。ピント合わせは画面をタップするだけなので簡単です。一番写したい花にタップをします。こうするとピントが合います。こんな感じでピントが合いました。そうしたらシャッターボタンを押すだけです。こんな感じで映りました。普通に撮った時と逆さまに撮った時とを比べてみるとこんな感じです。逆さまにした時の方が花がよく映っていて綺麗に撮れていますよね。このスマホを逆さまにして撮る方法は他の植物にも使えますのでぜひやってみてください。クリスマスローズの写真をうまく撮るコツの二つ目は、花と花を引っ掛けるということ。どういうことかというと、花と花をこう持ってですね、引っ掛けます。こんな感じですね。花と花を引っ掛ければ、スマホを逆さまにしなくても普通に撮ることができるんです。試しに撮ってみます。こんな感じの写真になりました。ちょっと一手間加えるだけでこんなに変わるんですね。まとめです。うつむいて咲くクリスマスローズの花をきれいに撮る方法を2つご紹介しました。1つはスマホをくるっと逆さまにして撮る方法。2つ目は花と花を引っ掛ける方法です。どちらも簡単にできますので、ぜひやってみてください。もしやってみたらぜひ感想をコメント欄で教えてくださいね。この動画が参考になったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。みゆにわチャンネルでは公式 LINE をやっています。LINE 登録特典として無料の Zoom 相談会を実施しています。お庭のこと、植物のこと、もし困っていることがありましたらお気軽にお申し込みください。概要欄からタップして友達追加していただくだけで LINE 登録できちゃいます。ぜひ私とお友達になってください。今後もみゆにわチャンネルでは、できるだけ手間をかけないでガーデニングを楽しむズボラガーデニングについて発信していきます。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。